Oh, they still can go out, never hurt. 買うものを買っていきましょう。まずはメッセージを書く。あ、これ1個ってさ、1個あれば何回でも使えるってことだよね。こういうのって持ってた方がいいんだっけ。干からびた指がマジで何の効果だったか分かんねえ。とりあえず修理箱買って、あと2500、いやお買えるだけ買っちゃうか。255本買えるね。そんなにはいらないと思っても、なんだかんだで使うからね。持っとこう。もうソウルは全部使い果たしちゃおう。よし、これで尻尾切りをやっていきますか。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではダークソウル続きをやっていきましょう。まあ、買い物をして、進んでいくところですけれども、ここにはしごがあるので登っていきましょう。でもう一回なんか下の方からくぐってレベルを上げてね、もう弓が使えるようになってるはずなので、あのドラゴンのねちょっと尻尾が切れるんで、ドラゴンの尻尾をね切っていきたいと思います。ここからちょっとまずこいつを排除するかと思ったらいない。大丈夫かな。ここからね、この尻尾をね、弓でチク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 狙うんすよ。まず弓を装備しましょう。タリスマンじゃなくてショートボウ。で、ちょちょちょ、矢も一緒に装備しないとダメってこと？なんかもう弓の使い方とか忘れた。ちょ、どこ？あ、これだ。矢、ボルト。ボルトはクロスボウ系ですね。あ、これで普通の矢か。そういうことね。あ、で、これで狙えて、まあ、尻尾の先ちょりか。当たらん。当たった。あれ、どこか行っちゃった。あれ、どうした、どうした、どうした。あ、そうそうそう。あとね、なんか俺がやってたのは本当初期の頃だったんですけど、なんかパッチがね、やっぱ当たって、こういうのとかって。なんかできることとできないことがね、やっぱね、できちゃったんで、そもそもあったんねんだけど、嫌の無駄だな、このタイミング。引いておいて、ここだ、当たった。え、これをさ、毎回毎回1回ずつやんの。ここら辺で本当はプスプス打っていくのがいいんだろうけど。ちょっとやっていくか。あんまり動かない、こっちの方がいいかな。イエーイ、飛竜の剣ゲット。これはね、序盤では強いですね。ちょっと見てみますか。攻撃力はね200でね圧倒的に高いんですけど、その能力補正がね全くないんで、まあ、ちょっとせっかくだからこれを使っていきますか。片手では扱えませんと。なので両手を持ちをやっていきましょう。そう、片手で扱えなくてもね、両手持ちであれば OK で、両手持ちにして使っていきましょう。いきなりいたよな、確か敵が。あ、でも、あ、いた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 。こいつに対してどう対処していくか。あ、いた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 、こっちかよ、いるのは。ちょ、待って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 、縦を、縦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 がない、縦がない、縦がない。いや、ガードもね、できるんだけど、やっぱ、剣でガードするんで。おら、強いは強いね。どっちがいいんだろうな、片手で扱える。アストラの直剣の方がやりやすそうな気はするけどね。蹴り、ほら、ギャー、ゴリ押す。スタミナ消費量は少ないか。アストラの直剣は強攻撃で突き刺してるからね。これの強攻撃って、待てーい。あ、そうだ、これ衝撃波が出るけど、めちゃくちゃ耐久力を、いていていて、待って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 、消耗するっていう
やまあ飛竜の剣ね、まあ、強いは強いけどちょっとなやっぱり重いよな。せっかくだからやっぱりアストラで行こう。アストラの直剣にしてここ一回タリスマンにしてで回復する。オッケー、じゃあ進んでいこう。でこっからなんだよね。間違った、タリスマンになってた。あれちょっと無敵、タリスマン中ちょっと無敵だった。エストビも1個しかないよ。もうこいつね、マジなんとかしたいんだけど、なんか右の方からちょっと上に行こう。あいつ突っ込んでくるんでね。で、ここはちょっと敵が多い、敵が多い、敵が多かった。ほら、突き刺し。アイテム落としたね。ほいや。これ回収しよう。ロングソード。痛い。これさ、拾ってる時も食らうからさ。こっちに切り替えて、こいつなかなか攻撃してこないからね。弓矢を先に排除しとく。ちょ待って、弓矢から先に排除したい。当たらない。ちょっと待ったで、イノシシが来る。ちょ待って逃げろ。撤退。一回距離を取る。いや、みんな来てる。どこまで逃げればいい。この先。うわあ、落ちた、死んだ。またここまで戻ってくるか。大した距離ではないけどね。人間性ロストするのがちょっともったいない気がする。まあでも人間性はね、後でどんどん溜まっていくからね。あそこに落ちてるね。回収完了。で弓で狙えるか。2つしかちょっと装備できないのがめんどくさいな。弓ショートボウ。ちょ待って、あいつが来てんね。まずこいつを排除しよう。ほい、逃がさんよ。で弓に変えて、ちょ待って、こっから届くの？届かない。ちょっともう少し上にする。前に出よう。え、もうちょっとこっち？当たった。ゲッ、やってくる。弓の打ち合いだ。痛い。って向こうのが全然強いんだけど。撤退。しかもあいつも来てるし。おお、もうめんどくせえことになったな。ちょい。エストビンを一回飲もう。まずこいつを早々に排除する。蹴りがね、瞬時に出せないんだよね。きてやっぱ上行くか。この弓が当たらないところ、ここで戦おう。ゲッ、あのイノシシ突っ込んできてるし。やつが上に来る前にこいつを排除したい。しかも弓が当たらないところで、ここだな。ほら蹴りで、痛い。待って、二人来てしまったな。鐘が鳴ってんね。誰かがね、鐘を鳴らすとね、鐘が鳴るんだよね。ほんと鬱陶しい、こいつら。ちょ、駆け抜けよう。駆け抜けて、ほら無理くり、ローリング、背後取る。ほら、よし、誘い骸骨。縦兵がね、ほんとに鬱陶しいね。蹴り、
いて、何人いんだよマジで。こいつはもうそのまま相手の突き刺しを使ってくるか。よし倒した。槍を持ってるやつがね、ほんと蹴りやってつく、蹴りやってつく、よーし。あ、これイノシシ君だ。イノシシ君もね、こっからさ弓で狙っていけんじゃないか。待て、これで狙っていくんだったら投げナイフじゃなくて火炎瓶みたいなのがあったよね。これにしよう。届く？あ、だって24、大して変わんねえし。あー、落っこっちゃったよー初期位置だったらね、多分落下攻撃が効くと思うんだよね。安全に引こう、安全に。やっぱり安全第一。これそういうゲームだから。みんな金鳴らしてんな。お、そうか。横の方を狙えば。いっぱい当たるんだな。弱点的な部位があるんで、部位が。こっちで行こう。この位置からもずっと弓。よし、オッケー。いいね、弓はやっぱ役立つね。序盤では役立つ、マジで。扱いにならないとね、あれあれあれってなって事故る。お、イノシシの兜。てか、防具揃えてなかったわ。上からはいけないから下から行くか。これそう、めちゃくちゃ急いで行けばね、この扉が閉まる前にね中行けるんだよね。まあでもね、ちょっと正規ルートで行きましょう。なんでこいつ逃げんだ。おら、誘われてるな。おらおら、よし、オッケー。で、弓じゃなくてタリスマンに変えて回復しよう。回復意外に役立つな。これは何にもなし。おい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 、待ってよなんか後ろ取れた。バックスタブ。みんなここら辺で死んでんだな。どこよ。あそこにも敵がいるね。ガードしてきっちりぶっ刺す。きって強靭度が低いのかな、やっぱ。結構うわーってなる。回復しよう。いいよこの回復、すげえ使える。不明の鍵、あれこれどこに使うんだっけ。全然覚えてないわ、マジで不明だな。まあ持ってる分には損はないでしょう。いっけー、落とされたってあいつら落ちてくるかな。ちゃんと階段で先手しよう。降りてきたところ出待ち。みんな金鳴らしてるな、早いな。あ、待って、アイテムを発見。こういうところもね、もう別に気にせず、なんていうの、これちょび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 っていくんじゃなくて、走っていけるくらいのね、コントローラーさばきがあればいいんだけど、俺は到底その子までのコントローラーさばきはない。歩くだけ。足元暗いしね。こういうね、道走れる人すごいよね。ローリンクおっせえな。重量がやっぱりかさんでんだな。アストロの直径はそんなに重くないはず。さてこの先に行きましょう。
縦が重いのかな、縦が。この縦役立つからね、やっぱり。これさっきのところだね、向こう。ここなんかね、結構強い敵が出てきたような、こういうふうにね、見えないところ怖いんだよね、本当に。こっちから行ってみるか。ほら、いたよ、なんかよくわかんないのが。後ろ向いてる？あ、気づかれた、しまった。俺の子も突き刺し。これはもう、この突き刺し合戦だ。てか、杖敵。きちんとやって、突き刺す。ガードして、突き刺す。いいね。強い。この剣強い、普通に。邪魔、邪魔、邪魔。アイテムをゲット。ナイトシールド。いや、ナイトシールドだったら、この青い盾でいいでしょう。まだまだ現役で使っていこう。これは左にいるね。一般骸骨兵。またあれ、槍持ち。ちょっと戦いづらいんだけど。ほいほい。パリーを狙うっていうのもね、ありなんだけどね。これ動画の外だったらね、何回かパリ決めたんだけど、ちょっと危険なんだよね、やっぱり。失敗すると食らうから。で、これはね、どっちに行ってもなんか出てくんだよな。じゃあ、さっと、さっと。あ、来た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 。ガードされた？ちょっと突きが遅かったか。ほら。振り回しすぎでしょ。こいつも蹴り入れて突き刺す。一番早いかな。よし、 OK。 いっちゃん最初やった時、ここマジで苦戦した記憶がある。あのナイトにね、やられまくった。でも今このアストラの直径あるからね、やっぱ強いよこれ。で、これどこ、ちょっと待って、ちょっと待って、こっち行く前にまずあれを開けよう。ダッシュしてこいつを切る、切る。仮想の鍵で、これを、これをレバーを引く。で、ここが開いた。で、ショートカットになりました。あとはこの中も入っていきたいんだけど、ちょっとやっぱ探索は必要だからね。ハルバード、斧槍だね。ハルバードも絶対重いからね。ちょっとでもまずこっち側も見ていきたい。こっち側、あ、敵がいっぱいいる。弓早えな、探知する能力が。確実につく。弓の死角に行こう。最後に処理をすると剣を取り出した。まあ問題はないね。で、そっか、こっち行くとあれか、また別の地区に出るんだよね。鍛冶屋がいたような気がする。まあ進んでいこう。違ったかな。あ、そうそう、カンカンカンって音がするんで、これ鍛冶屋の、なんか鍛冶を鍛えてる音ですね。おお、びっくりした、敵かと思った。お、ここにあるんで、うまくしますか。休もう。レベルアップはまあいいか。ちょっと待って、修理ってさ、何、どうやって修理するの。アストラの直剣今どうなってる、わかんないな。耐久度160分の125。まあ全然大丈夫だね。じゃあ大丈夫か。下に降りて
ょっと気になるんで、鍛冶屋さん話していきましょう。蹴りに注意蹴りすると敵対しちゃうってこと。新顔だな。アストラのアンドレイなんか言ってた強化する。アストラの直剣鍛えられる。これ光るくさび石、これが必要なんだね。 10% くらい上がる。飛竜の剣とかは、あ、そうか、竜のやつはやっぱりね、結構竜の鱗っていうレアアイテムが必要なんで、まあ、そのまま使っていきましょうと。あ、盾ね、盾もいいんだよね。受け地とかが確か上がるんで、受け能力がね上がるんで、でこれはあとなんだ、炎の耐性が高いみたいなことを言ってなかったっけ。炎のカット率が高いのか。だから光るくさび石がね、あ、ジェスチャー学べんじゃん。えいえいおう、ジェスチャーを学んだ。アイテムを買う。あー、これか、欠片、くさび石の欠片かな。普通の武器を育てるのは確かこれでいいはず。これが2000円。アルトリウスの紋章2万円、高いね。ウォーピックセスタスパイクボルト、あれは持ってないからな。ボルトを使うやつ、クロスボウか。いやー、今はいいか。アストラの直剣どうする。多分ずっとこれメインで使っていくからな。一回鍛えちゃおう。でソウルが足りないね。知るんじゃねえぜ、いいやつ。これさ、なんか結構さ青く光るんだけど、なんか不死だとそうなんのかな。てか地面とかもさ割と青く光るって。こっち行くとね、もうわけわかんないんだよね。いや、わけはわかるんだけど、このくさびのデーモンがいるんで、さよなら。いや、あの、走ってけば全然スルーできる、走ってけば全然スルーできるんだけど、ちょっと今は関係ないんで戻りましょう。教会の方にね戻りましょう。みんないろいろ鐘を鳴らしてるんで。だ、本当にね、これ何にも分かんないとね、どこ行っていいんだかね分かんないからね。俺一番最初ショーロンド遺跡行ってたからね、多分みんなやってたと思うけど。で、ここら辺復活してるんで敵が。まずこの弓矢から排除していこう。弓矢さえ排除すれば、あとはもういつものお決まりのパターンよ。はい、入った。175ダメージ上がってんね、やっぱり。で、これ教会裏に出んのかな。あ、なんかすげえ、ちょ、ごっついやつがいるわ。受け切れる、これ。受け値が低いと、うわー、あー、打ちか。1回で、あとはスタミナを回復させて、復活するやつと復活しないやつがいるからね。パーリー取れんのかな。いや、でもあと一発だから、ちょっと裏に行こう。 OK800、 なかなか美味しい。お、欠片もういない。ここにアイテム、お、魂だ。なんだっけひまもり女だけど、ひめもりだっけ。なんか後ろにいるな、なるべく気づかれない。えっと、なんなんだよあいつ。あ、そう、眷属は破れ、最悪は取り除かれましたって。これ多分あれだね、なんか誰か侵入してたんだね。いや、あいつひでえわ。弓で対処できるかな。いや、正面から行って食らわない位置にいた方がいいな。気づかれた、一匹気づかれた。いっていっていって、待って待って、今度炎かよ。ちょっとローリングで逃げよう。おびき寄せるのが大切。さあ来い。あれ、2体気づかれた。まあいいや、1体ずつ確実に処理をする。パリ取れっかな。まあいいや。おー、もし OK、ゴリオス、こいつらもなんかいい装備持ってないかな。
俺結構軽装だよね今。えれあいつに気づかれたわけじゃないのか。ちょっと歩いてって後ろ取れるかな。押しとった、グッバイ。これ多分さっきのね正面に出てくると思う。そうだね、上のやつらも復活してるし、まあ、ここは開けたんで先へ進んでいきましょう。こういうところは何にもないかな。端を取っていかないと魔法マン食らうからね。これどこだ、あれこれ祭事場につながってんだっけ、このエレベーター的なやつ。これショートカットが開通するのかな。いつの間にか人間性が3になってる。あ、そうだね、これちなみにもちろんねこれピョーンってねいけるんですよ。いかないけど、よしよしよし、祭事場で姫森魂を手に入れたんで、あ、あなたですか。不徳は好きではありません。お、なんかくれる？銅の効果。話しかける。人を待たねばならない。あなたに奇跡を教えしましょう。高いんじゃなかったっけ、こいつ。神の制約。すでにこの制約を交わしています。奇跡を教えましょう。誠意次第ですよ。限られた大回復、まあ1回しか使えないんで、家路あると楽そうだね。たっけマジでたっけんだけど。助言求め、回復は持ってる。タリスマン、あ、タリスマンの方が効果が大きいのかな。ソルロンドのタリスマン、ジェスチャーも何度も、あ、切れる、はあみたいな感じか。ジェスチャーを学んだ、もうさよなら。明日ですか、なんか悪者だった気がするあんまいいやつではない、いいやつぶってて実は嫌なやつみたいな。こいつはねちょいちょいヒントくれるんだよね。まるもんじゃねえか。人間性、地道に死体から集めるか、聖職者の連中みたいにお互いを召喚して慣れ合うか、一番手っ取り早いのはまともな節を探して奪う、人を殺して奪う、一番人間らしい。ははは、まあ皮肉たっぷりだね。俺に手を出すなよ、安直な考えを後悔することになる。それなりに強いのかな。よし、ここはねエストビンがね10個補充できるんですよ。通常のね火のレベルだとエストビン5個までしか回復しないんですけど、棺の祭事場は確かレベルが1個高かった気がする。注ぎ火ですね。レストビン強化、よし、エストビンを強化しました。返事はない。どうやって強化してもらったんだよ。じゃあ魂だけホイって出したのかな。さて、それではそれではもう一回戻りますか。浄化不死教区とでこっちか。敵はもうみんな復活してるはずなんで、この騎士はもうあれだよね、このパターンだよね。2回させる、ぎゅっつい、3回必要もう邪魔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 、何でもこの死体は引っかかりすぎでしょう。で、あ、こっちか。さっき魔法撃ってきたやつがいるんだよ、あそこだ。まあ、あの亡者から確実に始末して、いっぱい来たな。好きでさ2体くらい倒せない、倒せる。まとめて、ちょ、まあ、ちょっと待って、本当に直線行って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 、もうやばい、やられる。帰りたい。エストビンが強化されてるから、お、回復量が違うね、違う気がする。ちょ待って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 、これひどくないか本当に。まあ、そういう、やばい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 、やばい、逃げろ逃げろ、ローリングで逃げろ。
せっかくエスト瓶いっぱい持ってきたのに。いや多いよ。あこれあれかなんか強化されてる。なんかね術師ね強化してくるんだよね。折れた直剣とかここら辺のもの本当にいらないんだけど、どうすりゃいいの。あの魔法使いだけになったなったね。この野郎いったー、つえマジかー。棺の祭事場ってブックマークしてあったっけな。行こう。これまたさあのゾンビ軍団相手にしなきゃいけないし、ほいパリー狙ってみる。狙えるかな。ほいおい、あれダメか。え待って待って、エストビンなんて飲むの。汚ねえやつだ。ちょ待って、逃げる。これ刺し剣持ってんね。レイピア系、まあ、狭いところだからね。敵もそれなりに考えてんのかな。なんかあった。あ、なんもないか。俺の魂がどっかからなんか狙いねえかな。弓でここから、あのダンシングだ。あのダンシングされると敵が強化されるんだよね。狙ってくる、狙ってくるね。超めんどくせえわ。とりあえず失った力を取り戻したいっていうのもあるけど、先にこいつらの始末からだな。げっ、あいつら来てんじゃん。なんでだよ。待って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 、それはひどいよ。あいつの攻撃超強いかんな。ちょっと待って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 、ガードはできない、ガードはできない。どうなってんだよ本当に。これあいつ攻撃態勢に入ってんな。てかこっち行きすぎるとさあれが出てくんだよね今度、騎士が。でこっちもこっちで確実にガードし、ちょいちょい痛いって。何匹いいんだよこれ。ちょい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 、待って待って待って、アングル悪い、アングル悪い。あはは、ロストする、マジでロストする。鬱陶しい。帰ってった。一応回収272しかない。人間性を失ったな。人間性3くらいあったんだよね。ちょっともったいなかったな。こっちじゃない。これ何回こいつ歌った。火炎壺を使ってみよう。いっぱいいるところに投げ込めばあれかな。まず投げる。いや遅い、モーションが遅いんだけど。くらえくらえ、ちょこっちに逃げ込もう。でも先に火炎壺、ちょ先に火炎壺投げる。じゃあっち向いちゃったよ。投げる、意外に役立つ。あ来てる、投げる。どうよ、倒した、あいつ倒したね。逃げろ逃げろ、せっかくあいつ倒したから。火炎壺を使ってしまったけど、強すぎだろこの一般兵。何なの。タリスまで回復しよう。排除完了。本当はさ邪魔邪魔。
生身になってさ、こうちょっとボス戦手前だからさ、召喚したかったんだよね。太陽の騎士とか。あとこっち行けるっけ。あれまた騎士がいるね。こいつはもう楽勝よ。あれいくつ当たった今。あ、タリスマンで攻撃してたわよく見たら。そりゃ弱いよ。いいてこのおおってなるとさめっちゃ削られてんだよね。これ当たる？当たるわ。奥へ行きましょう。ここもう絶対扉あるよねもう結構見えるし、隠し扉的なのが。ただこっちの普通の奥は、あの扉自体は反応ないんだね。ローリングで行こう。おお、死体が出てきた。びっくりした。死体を漁る人間性使いたーい。人間性を使いたいんだけど、また火のところ行くとな。これはすごいお宝の予感。話しかける。まだ人だな。助けてくれないか。閉じ込められている。開く。あ、不明の鍵か。ここで使うんだ。助かった。ロートレック。あとで礼をさせてもらうよ。まあ、もちろん切りかかったりはしないけどね。ロートレックとかって呼べたっけ？ソラールはね、太陽の騎士ソラールは呼べたと思うんだけど。まあ、生身にならないといけないんだけど、一番早いのは棺の祭事場かな。で、そうするとまたさ、あいつら相手にしないといけないんだよね。ちょっと一回探索を終わらしちゃおう。探索を終わらしちゃってボス手前で一回戻ろう。もう大きなソウル。もう何もないかな。生身になってもね、死んだら悲しいからね。人間性3つ失ったのはやっぱり痛かったな。このまま上に登って、そうだね、ボスだね。飛竜が有効。飛竜の剣を使えってことか。ここのボスも相当苦戦したからな。一回帰る。ちょっと生身になります。はい、じゃあちょっとね、あの日をまたいでやっているんですけれども、ボスの方にね向かっていきたいので、ちょっとね、聖者に戻ります。まずは人間性をこっから1個使用して、人間性失っちゃったからね。で、人間性が1になりましたと。そこからですね、亡者から復活します。で、亡者から復活すると、まあ、ヘルパーさんをね呼べるんで、ヒューマニティなんとかなんとかどうみたいなで、ただね、侵入もされるんですよね、他のプレイヤーに。おお、よみがえったぜ。これアップとかできないのかな。まあ人間に戻りましたね、ゾンビみたいな格好から。じゃあこれで向かいましょう。向かってる途中には死にたくないよね、やっぱり。お、早速サインがあるけど、これあれなんでね、一般の人なんだよね。ちょっとまあボス前だからここにあって、みんなでボスを倒しに行きましょうっていうことなんですけれども、一応 NPC をね呼びたいと思います。で、恒例のねここなんですけど、まあ、問題はあの魔術師がね復活してるかどうかなんだよね。待て、突き刺し外した。マジか。で、ポリソト、ギャー、人間性が失われた。いきなり失われた。もう一個使おう。これでまた死者に戻っちゃうんで。マジかよ
これがね、まあ初心者というかこの下手くそな俺の悲しい末路よ。じゃあちょっともう一回人間性使います。またロックあるかしね。まあ最悪マラソンすればね、人間性なんて手に入るんで、いくらでも復活。ヒューマニティリス、リスなんとかテッドみたいな読めない。じゃあもう一回向かおう。この野郎、こうね、こうまさかね、魔術師の前にいたいたいた、ちょっと待って待って、こいつにやられるとは。でもいきなりさ、ヒットポイント減ってるし、ちょっと日をまたいでるからさ、これだけ取ろう。あ、エストビー飲んでやがる。こんもやろ、でしょっけ。危ねえ危ねえ危ねえ、こいつ普通にパーリーしてくんな。怖いんだけど、ここはちょっと回復しよう。あ、で俺ね、装備見てね、ちょっと思ったんだけど、このさ、タリスマンさ、縦に装備すればいいんじゃないか。一回外して縦の方にしよう。そしたら弓も一緒に右手に装備できるんで、タリスマンこっちにやって、でこっちを弓にしよう。これいいんじゃないいいんじゃないって言うんですか、そういうの普通だよとかさ思われそうだけど、お前今更何言ってんのみたいな。いる魔法使い。魔法使い復活してなければね。あ、復活してないね。復活してないよね、いないよね。よしよしよし、じゃあ1匹ずつ落ち着いて冷静に。ちょっと待って待って待って、弓になってた何が冷静にだよ。対処していこう。はいはい、もう君らはね、魔法使いさえいなければただの雑魚。ちょっとスタミナ管理をしつつ、よし、 OK。 エストビンはね、使いたくないんでタリスマンにして、あ、でそうするとどうすんの。あ、左ね、縦ボタンで回復することになるのね。あ、いいね。やっぱ最初接触者にしてよかったな。でサインを探したいんだけど、どこにあったんだっけなと。これ一般人のはずなんかセクシーな感じだね。セクシーな感じのお姉様がいるけど、なんかね、一人ね、よくわかんないとこにいるんだよね。これも絶対一般人でしょ。なんかなんでみんな裸なの。やっぱ重いのはダメなのかな。でボス前に、これがソラール、この前なんか契約した人ですね。で他にもね、 NPC もう一人ね、どっか分かりづらいとこにいた気がするんだよな。でもうなんか分かんないから、ソラールさんだけにしましょう。ソラールさんを召喚します。お願いします、ソラールさん。やっぱみんなボス前はね、出してるよね、召喚サイン。お、来た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 、太陽のポーズ。よし、じゃあソラールさんで行って、であとはね、このアイテムのね、どうしよっかな。このこれ何、これ黄金松黄金松子みたいなのを使っちゃうかどうかだよね。一回様子を見よう。死んだら黄金松子みたいなのを使っていきましょう。もう一人のあれ分かんないし、いたと思うんだよね、二人呼びだと思うんだよね。ガーゴイル、動き出した。で2体いるんだよね。尻尾がね、切れた気がするんだけど、ほら斧みたいになってるじゃん、尻尾が。ただそんな余裕はないと思う、俺には。まずソラーラさんを突っ込ませよう。ちょっと待って、どこ見てんのこいつ。ほら、うわ重い、攻撃か、ローリング。尻尾、なるべくなんか尻尾に当てたい。はい、
やっぱり正面には多分回らないことかな。あと普通に落ちるんで、しまった。ほらほら、よし、一応切れた。やばい、あーもう来た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 、やられた。ちょっと欲張ったね。でもガーゴイルのこの尻尾斧みたいなのは取ったよ。だこんなん一人じゃ無理だよ、ソラール呼ばないと。いや人間性めちゃ使ってるな。まあそんなわけで、じゃあまた行きましょう、人間性使って。はい、じゃあちょっとソラールさんを呼んだので、ちょっとこの黄金なんとかをね使おうとしたけど、もともとアストラの直剣が魔法武器なんで、これ使用できないっすね。どうしよっか、飛竜の剣でいく。両手持ちになるんだよね、飛竜の剣やろうとすると。攻撃力は確かに高い、攻撃力は。悩むは悩むな。いやでもな、ちょっとあれなんだよね。あ、いった、なるべくもう、ほら欲張らずに一発ずつ。あれ、ソラール溶けた。あ、溶けてないよね。回収はしたいけどな、回収してる暇がない。2体目来た、今なんか回復できる時に回復しとこう。これチャンスだ、いっていって、あちゃ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 。ソラール、ソラール減ってる。ソラール、え、なんかすげえのやってんな。しっかりとソラールを倒した、1匹倒した。1匹になればこっちのもんよ。落ちないかなこいつ。今あと散ったな。ソラールあんま減ってないね、半分くらいしか減ってないね。おお、ソラールくんが頑張ってくれた。ビクトリーアチーブドを回収しよう。人間性の双子、太陽のメダル。そっか、ソラールと戦ったからか。で経験値1万、おいしいね。これも完全レベルアップ用だな。ありがとうございます、ソラールさん。あなたのおかげで助かったよ。で、じゃあここに行きましょう。あのね、めっちゃ鐘が鳴ってたんですけど、ここのね、鐘を鳴らすと、物語が一つ進むんですよね。あれ、ここなんか誰か商人みたいな人いなかったっけ。なんかすげえ怪しげなやつがいた気がするんだけど、鐘を鳴らしてからかな。まあいいや、鳴らそう。レバーを引く。よし、もう別に何にもならないんだけど、一回棺の祭事場に戻ります。ここはさーっと降りて、でここもさーっと降りて、あ、いた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 、こいつこいつ超怪しいよね。もっと近くで見れるかな。アップとかにはできないのか。やあ、はじめまして、カリムのオーズワルド、教会士さ、仲間だろ、歓迎するよ。免罪の懺悔かな、それとも国罪、すべからく、罪は私の領分だよ。ということで、まあ、こいつね、一応ね、あの免罪っていうのをお願いできて、NPC キャラとか、あのぶん殴っちゃって敵対したときに、こいつにね、金を払えば、罪を取り消してくれるんですよ。アイテムをちょっと見ましょう。あー、これちょっと必要そうだな。
侵入者の罪を告発する機関のコッペン。機関のコッペンはちょっと便利だからな。3つくらい買っとこう。罪人たちを認識する確認するか。呪いもちょっと高いけど2つくらい買っとく。もうすぐソウルがなくなんな。魔法因果応報ベリカのタリスマン。あれベルカのタリスマンってさ、これって魔法修正、回復の魔法とか威力が上がるのかな、わかんない。神の奇跡をなす触媒、罪の女神ベルカの、それは彼女の、黒髪であり信仰によらず履力を回復の糧とする。履力があった方がいいってこと。鳴らしてるね、めちゃくちゃ。これどれにあれがあって、カーソルがあってる。血神の指輪、これは出血耐性ですね。毒神の指輪、これは毒耐性で、犠牲の指輪、まあ、死んでも大丈夫だよと、まあ、壊れちゃうけど。アイテム系は欲しいけどソウルが全然足りないな。まあここにこいつがいるっていうことを覚えておきましょう。じゃあさよなら。怪しすぎだろ。まあいいや、帰ろう。棺の祭事場に一回帰ります。これ機関のコッペンとかで帰っても良さそうだね。まあいいか。ちょっとこいつに話しかけますか。まだ無事だったのか。金の音が聞こえたがあんたか。だとしたらまあ熱心なことだな。頭が下がるよ。その調子でもう一つのヤバい方も頑張ってくれよ。もう一つがヤバいんだよね。まあそんなこんなで、ボスを倒すことができましたので、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。生身に戻ってるんでね、とりあえず一回死ぬまでは生身でやっていきます。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。